テームハリアーは日本の競争馬である。2011年京都ジャンプステークスを制するなど、障害競争で活躍していた。馬名の由来は、冠名戦闘記名より、2011年京都ジャンプステークス2006年4月30日に、ニーカップ町の谷口牧場で誕生。2005年度、JRA 詳細優秀2歳頻馬テームプリキュアの判定で、 姉と同じく、いがら忠ただおに入球。2009年1月4日に、京都競馬場で、デビュー。6月28日に、札幌競馬場で、初勝利を挙げるが平地では14戦して、この1勝で3歳児を終えた。明け4歳の2010年1月17日の、京都競馬場、生涯4歳上未勝利で生涯デビュー。スタートから先頭に立ち、 レコードタイムで勝利した。続くヨドジャンプステークスも連勝。重賞でも、京都ハイジャンプ3着、京都ジャンプステークス2着の活躍を見せ、4歳児は3勝を上げる。5歳児は、牛若丸ジャンプステークスを解消するも、阪神スプリングジャンプは落馬競争中止。秋初戦の東京ハイジャンプも六着だった。二千十一年十一月十二日の京都。 ジャンプステークスでは、前年の優勝馬ランヘランバを、追走、2周目で先頭に立つと、エルジャンクションの追撃を振り切って、レコードタイムで勝利した。6歳児は、牛若丸ジャンプステークスを連覇。春麗ジャンプステークスは2番人気に押されるも、ブービーだった。2012年4月15日の福島競馬場で2年。 4ヶ月ぶりに、平地競争に出走した。京都ハイジャンプは、積極的に花を奪い、後続に10馬身以上の差をつけ、逃げるも、直線で、MS ワールドに交わされ2着。続く、小倉サマージャンプでも2着。阪神ジャンプステークスは一番人気の電光オクトパス、に一旦は先頭に立たれるも、3コーナーで差し返し3度目のレコードタイムで優勝した。 連覇のかかった京都ジャンプステークスは落馬競争中止。七歳初戦は牛若丸ジャンプステークスに出走。同レース三連覇を達成した阪神スプリングジャンプは落馬競争中止。京都ハイジャンプはスタートの出足こそ悪かったもののすぐに先頭を奪い返してハイローラー以下を完封した。秋初戦の阪神ジャンプステークスは2着となる。 休養を挟み、2014年3月15日の阪神スプリングジャンプに出走したが発着に終わる。レース後に右浅屈腱不全断裂が判明。競争能力喪失と診断されたため、レース翌日に引退することが決まった。引退後は、京都府京都市京区の京北育成牧場で乗馬となる。ありがとうございます。